で、こんな感じで絵が長いので非常に使いやすいですね。今まで使って作ってたのはこの絵が短いタイプだったんで、ちょっと使いづらかったなっていうのもあるんですけど、コンパクトに吐く分にはこちらの方の方が使いやすいかなっていう感じはします。作る方の趣味嗜好によって使い分けてもらえればいいのかなと思うんですけど、このようにちゃんとゴミもね取れましたんで。どうも、深山です。今日はですね、コキアのホウキソウを、作っていきたいと思います。これでね、多分5年連続かな、4年連続かな、作ってると思うんですけど、まあ、1本はねもうダメになってしまって、これが3年前ぐらいに作ったものですね。だいぶこう使ってるうちにですね、こんな小さくなってしまってですね、こんな感じになってしまいました。で、残りこの1本がね、あるんですけど、今年もね、このコキアのホウキソウをですね、作っていきたいと思います。これ、やっぱりね、最初の初期段階の頃に作ったんで、やっぱりこんな感じでね、もうやっつけ感バリバリですね、出てますけど、その次に作ったのがこちら。これが結構ね、魔女の宅急便みたいに非常にね、出来が良かったっていうので、まあこの絵と、あとはこの固定しているのが、まあこの銅線ですね。これを使ってやっていきます。で、コキア今この時期にだいぶもう枯れています。もうこんな感じで枯れてるんですけど、ただコキア自体は、まあこれちょっと作る前に、少しね、コキアのお話だけね、少し していきたいと思うんですけど、コキア4月頃からですね、まあちっちゃい芽が出てきてですね、この11月ぐらいまでにはだいぶ大きくなってですね、まあ大きくなるっていうのはこういうふうにね、大きくなってですね、来るんですけど、だいたいですね、霜が降りる頃になってくると、このように枯れてきます。まあ僕が住んでるところ関東地方なんですけど、ほとんどのところでもうほぼほぼね、このようにこう枯れてきてるんではないかなっていうふうには思うんですけど、こんな感じですね。枯れてきてるんじゃないかなと思うんですけど、で、実はですね、これコキア。これがですね、この小さい粒々。小さい粒々がここあるんですけど、いっぱいね。この小さい粒々が、これみんな種なんですね。で、これが来年また、芽をね、出していきますんで、コキアのホウキソウを作るときはこの種をね全部取ります。まあ今この時期でまだ咲いてるところはね、赤く綺麗にね紅葉してですね、見頃かなっていうところもあるかもしれないですけど、多分ほぼほぼもうね終わりになってるのかなと思うんですけど、まあこうやってね枯れたコキアもですね、いくつかの使い用途があるので、少しだけねお伝えしていきたいと思います。で、まずこのコキアはですね、うちの場合はピザ窯がありますんで、ピザ窯のね、火付けとかね、そういったのに、使うのに重宝します。これ火つけるときにすごくね、便利なんですね。そのピザ窯がこちらになります。これですね。これがうちの自家製のピザ窯になるんですけど、この中でピザが焼けるようになります。このピザ窯も結構ね、重宝してですね、よくね、ピザ窯をね作りたいという方もいらっしゃいますんで、まあピザ窯の作り方とかっていうのは今日はねお伝えしていかないんですけど、まあこういったのをね、火をつけていくための焚き付けのね材料としてコキアとかっていうのがね結構有効になりますんで、そこら辺で使うこともできます。で、まあそういう焚き付けも非常にね有効なんですけど、まあ今回はねこのホウキソウを作るということで、こちらの方ですね作っていくんですけど、これ作るにあたってはこのままでは、ちょっとね難しいので、材料の方だけね簡単に最初ね説明をねしていきたいと思います。材料はですね、まあ至って使うものは簡単で、コキアのホウキソウに使うこのような絵、まあいらなくなったこのような棒ですね、こういったのがあるといいと思います。で、前回も、去年作ったのがこちらになるので、同じようにね、これブラシの絵になります。で、これを捨てないで取っておいて、これをコキアのこのホウキソウのようにね、このようにね、使っていくっていうことができます。あとは、この絵以外にですね、まあもちろんこのコキアもそうなんですけど、
コキアこれ以外にもね、いっぱいね、用意してありますんで、この後ご紹介していきますけど、まあ、それ以外に、こういう銅線、今回作るのはこのような形のを作っていきますんで、これでコキアをね、束ねていきます。これで束ねることによってですね、しっかりとね、こう、ほうきで使えるようになりますんでね。で、あとは、まあ、コキアを、カットしていく、剪定バサミ。あとは、銅線を切るね、ハサミ。このような、ハサミですね。で、それと、あとは、ドリルドライバー。このようなドリルドライバーがあると、便利です。で、これだけあると、コキアのほうき草が作れます。で、まずね、この後作っていくんですけど、ピザ窯の火の焚き付けにも使えますよ、とかね、そういったこともお話ししたと思うんですけど、まあ、それ以外にもですね、植物の保温剤としても使えます。要は、麦わらとか、そういったものと同じように、保温作用として、マルチとしても使えますし、多用途として使うこともできます。では、早速ね、作っていきたいと思います。で、作る前に、いくつかね、このようにコキアがありますので、作る前の、準備をしていきたいと思います。何をするかというと、この種を取っていきます。種をね、こうやって取っていくんですけど、これね、見てるとわかるんですけど、このようにね、種を取っていきます。このようにね、取っていくんですけど、こう種をね、種を取っていくと、ちょっとね、この種をね、近くで見てみますか。これがコキアの種になります。これですね、これがコキアの種になります。ここに種がね、たくさん、この粒々がね、全部コキアの種になりますんで、まあ、これはですね、使いません。まあ、一応ね、取ってはおきますけど、来年ね、発芽させても、こんなにはね、コキア、使いませんので、まあ、これね、コキアの種になりますんで、まあ、見たことない方はね、よくね、見ておいてください。まあ、以前も海外からね、コキアの種譲っていただけませんかとかね、そういったのもね、コメントで来たりもしたんですけど、コキアの種、もし欲しい方はですね、まあ、僕のお近くに住んでいる方であればお分けしますので、これ取っておきますんでね、ぜひ声をかけていただければと思います。コキアの種があると、すごいですからね、いっぱいできますんで、まあ、とりあえず今回は、ほうき草を作るっていうことなんで、まずね、この種をね、よく取っておきます。この種を取っておくと、ほうきとして使うときに、この種がね、落ちなくて済むので、まずはね、しっかりとこの種を取っておくっていうことがね、大切になります。こちらも見てわかるように、種が一つもついてないんですね。ね。種がついてると、どうしても吐いたりとかするときに、このようなね、種がね、落ちますんで、一番最初にほうきを作るときは、この種を取っておく。っていうことをね、しておくといいと思います。自分の感覚でいいと思いますんで、そんな感じでね、やっていただければといいと思います。こんなぐらいですね。まあ、種がね、結構取れたと思いますんで、まあ、大体こんな感じで、コキアの種を取っておきます。で、ちなみにコキアの種を取っておかないとどういうのかっていうと、こちらですね。この違い。わかりますか？この違い。こちらが種がね、たくさんついている方で、こんなにたくさんね、種がついてます。で、こちらが今ね、種を取った方のコキアになりますんで、これをほうきにしていきます。まあ、大体ね、こんな感じで、手ぐしみたいにしてですね、取ってあげるとですね、まあ、簡単に種は取れますんで、まあ、大体でいいと思います。これほどあってもですね、まあ、こう、束ねていきますんで、こんな小さくなってしまうんですね。なんで、もう少し、コキアをですね、量的には、用意をしておいた方がいいと思います。はい、じゃあ、これをですね、こんな感じで、束ねてあげると、このように、ほうきとして、このようにね、ほうきとして使うことができます。で、これを、こんな感じで入れてあげるとですね、ほら、早速ね、ほうきができますね。これだけでね、
で、これだけだとダメなので、まあ、要は剪定バサミを用意したのは、このような柄のところですね、こういう硬いところ、このようなところとかは、束ねるときに邪魔になってしまうところがあるんですね、こういう硬いところが。そういったところについては、事前にこれを切っておく。こういうふうにね、切り落としておく。そうすると、束ねるときにもですね、結構均一に束ねやすくなりますんで、こんな感じで切っておくといいですね。あまり太い枝が残ってると、この後、ここにこう束ねていきますので、束ねづらくなっていきますんでね、こんな感じで、まあ、とりあえずはね、こんな感じで、準備をしておきます。続いて、こちらの絵ですね。こちらの絵に、このようにつけていきますので、ここに、こんな感じですね。こんな感じでつけていきますんで、ここに、これを留めるための、固定具が、この銅線になります。この銅線を、このような感じでね、固定するんですけど、木の上からそのまま、このように固定すると、どうしても抜けてしまいますんで、抜けないように、ここに穴を開けてですね、銅線を通します。どういうのかっていうと、こんな感じでね、2本ほど、2本ほどこうやってね、穴を開けておきます。で、銅線を通していくんですけど、この銅線をですね、この穴に通していきます。まあ、そのために、こういうハサミがね、必要になります。まあ一応ね、こちらの銅線を、この先ほど開けた穴のところに、このように通しておきます。こんな感じですね。このように銅線を通しておきます。で、そしたら、先ほど束ねたですね、このコキアをここに被せるようにですね、このように銅線から外して、このように束ねていきます。こんな感じですね。こんな感じで、まあ大体でいいです。最後ね、綺麗に整えていきますんで、で、そしたらこれを巻いて仮止めだけね、しておきます。これを巻いて、巻いて、ここで仮止めだけね、とりあえずしておいてですね、はい、こんな感じで止まりました。そしたら今度はここをね、しっかりと止めていきますんで、先ほどのこの銅線を使ってですね、これを切ったら、今度はここでしっかりとね、しっかりと止めていきます。針金でもいいんですけど、針金だと結構ね、硬いとね、巻きづらかったりするので、まあ、僕の場合はですね、この銅線が一番やりやすいのかなっていうふうには思います。こんな感じでね、ぐるぐる巻いていきます。で、巻いたらですね、しっかりと固定して止めておくと。止めておきます。で、何箇所かこれを止めますので、何箇所か止めておきます。しっかりとね、固定してあげるといいと思います。
で、これを止めてあげると。こんな感じでね。だいたいほうきの感じができてきましたね。で、これをさらに、ここら辺もね、止めてあげます。今、こんな感じでね、ちょっと作っていきますんで、こんな感じで、大体のところでいいと思うんですけど、まあ、こんな感じで一回巻いてあげると、止めやすくなりますんでね。しっかりと固定しておきます。こうやって。最後ここら辺もね、一個止めておくとよく束ねられますので、ここら辺ですかね。ここら辺でいいと思います。で、ここでぐるっとね、巻きながら、しっかりと、このように、止めてあげます。だいたいほうきっぽくなってきたんですけど、これだとね、まだ、完成ではないので、ここからね、仕上げに入っていきます。はい。だいたいこんな感じで、ほうきっぽくなってきましたかね。これが今年のコキアのほうきなんですけど、これをまたちょっとね、手入れをしていきますんで、最後ね、仕上げになっていきます。こんな感じで、簡単にね、コキアのほうき沿って、この絵があるとね、簡単にできます。で、どういう仕上げをするかというとですね、まあ、この銅線をしっかり止めておいた、ここですね、これが、持った時にね、刺さらないように、しっかりとね、切ってあげて、で、中に止めといてあげます。こういうのですね、こういうの。こういうのをですね、こういう出ている銅線を、しっかりと切ってあげます。しっかりとね、こうやって切ってあげます。で、ちゃんとね、固定をしてあげて、あとは、こちらも、銅線をね、よく巻いといてあげたら、これを切ってあげて、こちらもですね、こんな感じでできましたけど、これで、あとは、こういうところですね。ちゃんと、切り揃えてあげる。切り揃えてあげることによって、まあ見た目がね、綺麗になってきますんで、こういったところをですね、しっかりと切っといてあげる。乾いてるんで硬いですね。これもね。こんな感じでね、揃えといてあげます。今度は、こちら、この先端を、切り揃えてあげてですね、形を、まあ自分好みの形にですね、切り揃えてあげます。まあどっちにしてもですね、これ使ってるうちに、どうしても、使ってると、このようにね、こんな感じでね、どん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 先端がなくなってきてしまいます。まあ、竹ぼきとかと同じですね。あまりね、切りすぎないようにしてあげるといいと思います。ね、はい、だいたいこんな感じですかね。できましたね。ちょっとね、ここら辺を吐いてみたいと思います。ここら辺をね、はい、綺麗に
履けますね。はい、綺麗ですね。はい、できました。まあ賞味2、30分もかからないで簡単にできますんで、ぜひね、コキアを栽培された方、こういうほうきをね、作ってみるといいと思います。はい、こんな感じですね。これが今年作った、先ほど作ったものですね。まだね、種が幾分か残ってますけど、これ生えてるうちにね、種落ちますんで、これは大丈夫です。で、これが去年作ったものですね。で、一昨年作ったものはね、ちょっともうダメになってしまって、今年、一番最初の年か。だからこれが4年前ですね。作ったものになると思います。今これで3本、コキアのほうき草ということでね、できました。じゃあね、早速少しね、生えてみたいと思います。はい、綺麗に履けますね。綺麗にね、こうやってね。で、こんな感じで柄が長いので非常に使いやすいですね。今まで作ってたのはこの柄が短いタイプだったんで、コンパクトに履く分にはこういったものでもいいんですけど、まあ、立って履く分にはこういう柄がね、長い方の方が、こちらの方の方が使いやすいかなっていう感じはします。作る方の趣味嗜好によって使い分けてもらえればいいのかなと思うんですけど、何種類かこのように用意をしてもらえればいいのかなと思います。今ね、このようにちゃんとゴミもね、取れましたんで十分かと思います。はい、ということで今回もですね、コキアのほうき草ということで、作ってみました。いかがだったでしょうか。なかなかね、コキア育てていても、ほうき草をね、作るまでにはね、至らなかったり、またはね、作ってみて、案外ね、良かったなっていうふうにね、思ってですね、毎年ね、作られる方もいらっしゃると思います。僕の動画もですね、結構いろんな方に見ていただいて、大変ね、ありがたいと思っております。まあそういったのを通してですね、コキアの種をくださいとかね、ほうきを作りましたとかね、そういったコメントもいただきますので、まあ、ぜひね、このようなほうきをですね、作ってみるといいと思います。短いものから、長いものまでね、このようにほうきをね、作ってみると、案外ね、いいんではないかなと思います。買うとね、やっぱね、ほうきとかってね、簡単で楽なんですけど、自分で作るとね、また愛着も湧いてきますんで、こんな感じでね、今回はご紹介させていただきました。それではですね、この辺で終わりにしていきたいと思います。